ミルフィーユのお話。ミルフィーユは千枚の葉を意味するフランス生まれの焼き菓子です。パイ生地を何度も何度も折り重ねることでとても薄い層が生まれます。これが落ち葉を重ねた様子に見えることからミルフィーユという名前になったと言われています。そしてこの薄さこそがパリッパリッとした絶妙の食感の秘密なのです。パイ生地と素材の味が口の中で一つに合わさって素敵なハーモニーを奏でます。ミルフィーユをゲットしました。温めてもいいらしいです、レンジで。ミルフィーユの美味しさの秘密、サクサクっとした歯触りが味の決め手。それは薄く折り重ねられたパイ生地とチョコレートコーティングから生まれます。さらに選び抜かれた味覚を生地に挟むことで美味しいハーモニーを奏でるのです。おお。確かこのミルフィーユ2000円ぐらいだった気がする。2000円ぐらいのミルフィーユだった気がする。最近なんかね、金の使い方がおかしくて、いくら使ったとか覚えてないですよね。確か2000円ぐらいだった。いや、わかんない、100万円だったかもしれない。じゃあこの後食べてみます。さようなら。めっちゃいい匂いだ。特殊放送、美味しさをお届けするために特殊な感じっす。製品を入れ、酸素を除き完全密封します。残りわずかな酸素も脱酸素剤が吸い込みます。いいねいいねって人だけど、わっ、あ、なんか粉がついた。粉っぽい。わあ、わあ、すげえ。これがミルフィーユか。写真に収めよう。いいね、この穴からなんか生まれてきたみたいな漫画できそうだな。にゃー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 、この穴からなんかキャラが出てきたぞ。すげえ粉がこぼれそう。横の写真撮れそうだな。撮ろ。あれ、これ2000円もしなかったな。1000円ぐらいじゃない多分。でも粉がすげえ、あ、うまい。地形に落ちた粉を舐めて楽しむ。じゃあ食べてみようと思います。さようなら。食べてみようぜ。あ、あ、あ、じゃあ写真撮ろ。漫画に使えるかもしれないんで、写真を撮ってから食べれば漫画にもできるし、美味しいし最高みたいな感じ。うん、あ、これ温めておいてもいいんだっけ。温めてみようかな。